Willkommen zurück zu Scarlet Nexus. Beim letzten Mal haben wir zigtausendmillionenfünfzig Vertrauensepisoden gemacht. Ich glaube, wir sind jetzt auch mit jedem durch. Und überall füllt sich einfach alles weiter hier mit irgendeinem Gerümpel. Das ist schon ziemlich krass. Ja, sie hat Kartons. Das ist ein bisschen wie bei mir zu Hause. Ist das hier gefrorenes Gut in dem Karton oder ist das einfach nur Klamotten mit Spinnenweben? Ich habe keine Ahnung. Will ich es wissen? Nein. So, ich check nur nochmal ab. Nicht, dass ich hier tatsächlich noch irgendwem habe, aber habe ich nicht. Dann haben wir, glaube ich, als nächstes auf der Weltkarte mal gucken, beziehungsweise halt eigentlich weitergehen. Aber ich guck mal kurz auf der Weltkarte. Das war das Falsche, aber egal. Warte. Weltkarte. Nö. Also wir sollen tatsächlich an den Tisch ran und alles wird gut. Dann gehen wir an den Tisch ran und alles wird gut. So, auf dem Sofa ausruhen und Standby-Phase beenden. Jawohl. Mutti, was geht ab? Mutti, ist denn nein, Jona? Daijobio. Soreni, ich soll dir Mukawa Naito ikenaikara. Kunado Gate, ne? またあそこに戻るってこと。あれをどうにかする方法をママは知っているの。ええ。クナドゲート内部にあるもつれを消さなければ、世界はいずれ滅びてしまうことになる。もつれ、それは一体何です？詳しい説明はクナドゲートのところへ行ってからにさせていただけませんか？わかった。みんな、クナド高速へ出発する準備をしよう。お母さん、こっちに座って待ってたら。ありがとう。大きくなったのね。え、なんだよ急に。海抜群に入ったのね。カイトは元気？仲良くやってる？元気だよ。仲はあまり良くはないけど。そう。ねえ、あなたたちの時代、この現在に起きていることを簡単に教えてくれないかしら。ってところね。あと残された問題がクナドゲートの存在なの。ありがとう。私の持つベイブのデータと合わせると、いろいろなことが理解できた気がするわ。そろそろ出発できそうかしら。あ、うん、そうだな。お母さん、あのさ。お父さんに似てきたわね。え、そんなことない。似てるのは兄さんの方だよ。俺はあまり似てないって言われるんだ。顔じゃなくて雰囲気の話よ。ねえユイト、お父さんのやっていたこと、黙っていてごめんなさいね。責められて当然のことをしてきた人だけれど、トゲツを追われた私を助けてくれた優しい人なの。カイトもね、この国を変えるんだって言って小さい頃から政治家の道を志していたのよ。でもやっぱりお父さんと同じ道を行くしかなかったのね。兄さんが。でも俺。大丈夫よ。ユイトとカイトはお父さんとお母さんの子供なんだもの。きっと仲良くできる日が来るわ。うん。Phase 11: Entwirrte Zeit gemeinsam erleben. Na, das kann ja lustig werden. So verworren wie jetzt alles ist. Und dann sollen wir irgendwas entwirren. Na, ich weiß ja nicht. Hallo, Kunator. Sassoku da ga, Kunado Gate e no Taisho-ho o oshiete hoshii. Motsure to yara mo, sore ni kanren ga aru no daro? Ketsuron kara yu to, Yuito, Kasane, anata tachi futari de Kunado Gate no naka e haeri.もつれをほどく必要があるの。ここで言うもつれというのはあくまで概念よ。
時間に干渉した痕跡が絡まった赤い糸のように見えるはず。渡月の理論によると、時間跳躍のたびにクナドゲートのような次元の穴が作り出されては消えるはずなの。それが消えていないのは、ユイトの力が重ねの力と共鳴したためなのよ。クナドゲートは理論上作られるはずのゲートとは違って歪んだ状態で存在し続けてしまった。歪んだゲートを経由する時間跳躍はもつれを生んでしまうの。そのもつれさえ解くことができれば、クナドゲートを閉じることができるのよ。歪みか、まだピンとこないけど、クナドゲートに入るってつまりあの空の穴の中に入るってことか。もしかしてクナドゲートの中にはあの不思議な空間があるのかしら。ユイトも見たでしょ、初めてゲートが開いた時よ。あ、あの変な映像がたくさんあったところか。そうよ、クナドゲートの中にはカサネが言う不思議な空間が存在しているの。レッドストリングス能力者の主観にのみ存在する概念空間。トゲツはクロノスターミナルと呼んでいたわ。時間を移動するための駅、分岐点といった意味合いでしょうか。うん、ユイトとカサネにしか認識できないわけか。我々が未来へ飛んだ時には気づかなかったのも道理だね。そしてゲートが生まれたこの2020年から他の時代へ時間接触すると、そこにもつれが発生するの。時間接触、それって時間跳躍とは違うの？時間跳躍を含んだもっと広い意味ね。その時代にたどり着かなくても生きかける、つまりその時代にレッドストリングス能力者の存在が一瞬触れただけで干渉したことになる。それが時間接触。実際にどの時代にもつれが発生しているかはあなたたち二人が行って確かめるしかないわ。結局はユイトと重ねに託すしかないのか。もつれを見つけたとしてどうやって解くのかも行ってみないとわからなそうだな。クロノスターミナルは二人の超能力で概念化された世界だから、二人なら解き方も必ずわかるはずよ。理屈じゃなく直感としてね。それに微弱とはいえ私もレッドストリングスを使えるから、ここから二人をサポートするわ。とにかくまたレッドストリングスを使ってクロノスターミナルへ行けばいいのね。今度は俺も一緒に飛ぶんだな。どんな危険が潜んでいるかわからないぞ。しっかり準備をしていけ。二人とも危なくなったらすぐ帰ってきてね。ああ、任せてくれ。そのお袋のことは頼む。大丈夫、心配しないで。若菜さんは私たちが守る。さ、ゆっくりはしていられないわよ。行けそうなら私に声をかけてね。 OK。 お母さん、せっかく会えたのにろくに話もできないな。こんな状況だから仕方ないのは分かってるけど。 Was genau sind denn jetzt Überlappungen? Ist das einfach irgendwas bei den Zeitsträngen so halt, ne, wirklich wie so ein Knoten?Oder ist das etwas, was halt in einer anderen Zeit passiert ist? Ich habe keine Ahnung. Hallo Mutter. Seid ihr bereit für die Reise zum Kronos Terminal? Jo, ich habe keine andere Möglichkeit groß. Kasane, ikeru ka? Eh, daijoubu. Zwei de ischiki o shuchu shite. Kronos Terminal no koukei o imeji suru no yo.クロノスターミナルへ。必ずもつれを解くんだ。Das war's, sie sind weg. Oh,
本当に来られたみたいだな。あの窓みたいな風景の一つ一つが過去や未来へつながってるのか。キョロキョロしてる場合じゃないわよ。もつれを探さなきゃいけないんだから。3回目ともなると重ねは冷静だな。けどどうやって探す？今のところ何も感じないけど。これはきっとママよ。俺たちを導いてくれてるのか。行ってみよう。カイ！どうしてクロノスターミナルの中に。落ち着いて。そこはあなたたちの認識で形作られた空間、概念の世界よ。本来とても不安定な場所なの。恐れや不安、感情の揺らぎがそのまま場に影響して過去の記憶と結びついて怪異の姿で現れたんだわ。つまりこの怪異たちは私たちの精神的未熟さが作り出したものってこと。そう言われるとなんかカッコ悪いけど、俺たちが作ったんなら俺たちで倒すこともできるよな。あなたたち二人ならきっと大丈夫よ。だけど十分気をつけて。Ja, aber noch dazu kann ja auch alles andere aus unserem Verstand theoretisch halt erscheinen, ne? Oh. Ich kann hier trotzdem Sass-Verbindung mit anderen eingehen. Guck mal. Trotzdem kann ich hier auf Hanabis Kraft halt zurückgreifen. Warum auch immer. Stört mich nicht, ne? Ist das logisch noch? Ich habe keine Ahnung. Immerhin reisen wir hier gerade durch Raum und Zeit und die Sass-Verbindung ist immer noch da. Gut, da geht Gameplay über Logik wahrscheinlich, aber trotzdem. Oh. So, dann folgen wir mal dem Blümchen, hat jetzt beinahe gesagt. So, warte. Ich nehme ein Auto. Ich habe keine Angst, es zu benutzen. So. Ist weg. Noch einer weg. Und den kriegen wir gleich auch noch hin. Hoffe ich. Fliegeviecher zu erwischen, ne? Immer wieder ein Graus für mich. Guten Tag, Küchenami. Da. Nee. Nennt man Migräne. Wie ist das, wenn ich jetzt hier woanders hinlaufe? Okay, irgendwann kommt eine Barriere. Okay, wollte ich ja nur mal wissen und ausprobieren. So, was sind das da für hängende Dinger? Sind das die Überlappung? Diese Landschaft ist 2009 der alten Kaibatsu-Gun-Biouin. Das ist die Mozure. Ah. Die Logik ist nicht klar, aber ich fühle es tatsächlich. Ich habe keine Ahnung. Die Methode, die ich verbinden kann, ist...レッドストリングス、俺たちの超能力でだよな、きっと。ええ、私も感じたわ。私たちの超能力で解けるはずよ。くまた怪異が出たぞ。仕方ないわ、怪異の相手をしながらもつれを解きましょう。なだん、アファオ。大丈夫、私たち二人ならきっとできる。Ah, okay. Das löst tatsächlich einfach die Überlappung auf, wenn ich da L2 drücke. Ich wusste jetzt nicht so richtig, was es richtig macht. Ich dachte, damit kann ich dann irgendwie was mit den Gegnern auch interagieren. Aber nein. Und dann so als Plot-Twist, wir haben dann... dadurch andere in die jeweilige Zeitüberlappung irgendwie reingebracht oder sowas. Wir sind dann letztendlich die Wurzel allen Übels.
Ich sollte Geschichten schreiben. So sieht's aus. Oder ist vielleicht auch ganz gut. So. Ente. Haben wir jetzt die Welt gerettet? Sind wir jetzt der Auserwählte? これでクナドゲートは消えるのよね。なあ、カサネ。あの日、俺を助けてくれてありがとう。まだちゃんと俺言ったことなかったからさ。え、何突然。11年前、病院で俺を助けてくれたのはカサネだろ。はっきり思い出したんだ。ベルペッパーだった俺は、あの時から。突然超能力を使えるようになった。俺が力に目覚めたのはきっと多分だけど、カサネの力を分けてもらったからじゃないかな。何それ、超能力は分けられるものじゃないわ。うん、自分でもおかしなことを言ってるって分かってるよ。でもだとしても、あの日の出会いがあったから俺は今も生きてるし、こうして海抜群になるっていう目標を得られた。そう思うんだ。だからありがとう、カサネ。俺を助けてくれて。どういたしましてでいいのかしら。ピンときてない顔してる。でもそれでいいよ。さて、これでもつれはほどけたよな。みんなも心配してると思うし、帰ろう。ママの力、まだ消えてない。もしかして、もつれは一つじゃなかったのか。だったら簡単な話、全部のもつれをほどけばいいだけだわ。だな。よし、行こう。Na, kommt hier diese wegweisende Information nicht durch die Muri, sondern durch irgendwas anderes. Und das ist alles eine Falle. Überall Erinnerungsfragmente von uns. Jo, da sieht nach Gegner aus. So, jetzt treffe ich auch gar nichts hier. Ist ja auch ganz toll. Die hält sich vor, ich brauche das und das. Und jetzt machen wir ein bisschen mehr Treffen, das wird richtig locker. So, einer ist schon mal weg. Hallo? Ich drücke L2 wie ein Wilder. Was passiert? Ein Scheiß, weil er da oben das Ding haben will. Die Überlappung quasi, weißt du? Finde den Fehler. So. Warten, der Gegner wird umgehauen. So, er ist nass, vielleicht können wir ihn in Blitz versetzen. Nein, okay. Oh Gott. Vielleicht nicht. Aber tot ist er trotzdem fast. Das hat ordentlich geblitzt, Dings. So sehr schied noch nicht mal, Kassel. Ein Blitzdings ist schon ganz gut. So. Aber den weg. Den Weg. Und der anderen auch. So. Sind das immer Erinnerungsfragmente von mir und Kasane zusammen? Oder waren noch andere zwischen? Weißt du doch nicht. Nee, Yuito. Moshi, Lekishi o kaerareru nara tte kangaeta koto wa aru. Kako ni jikan chouyaku shite ってことか。そんなことしたら新しいもつれが生まれちまうだろう。クナドゲートを消した後の話よ。もしも自由にレッドストリングスが使えたとしたら、
それは、うん、そりゃ考えたことあるさ。あの時ああしていれば、ああしていなければ助けられたのかもって。後悔は消えないよ。どうすればよかったのか。俺は凪に答えてやることができなかった。なら、レッドストリングスで過去を変えたい。いや、そうは思わない。たとえ過去の何かを変えたとして、その先の未来がどうなるか誰にもわからないだろう。俺と友達にならなきゃ巻き込まれなかったかもしれない。海抜軍に入隊しなければ、憧れなんか抱かなければ。そうやってどんどん過去をいじって、あいつの人生を上書きしていくのが助けるってことなのか。凪だけじゃない。過去を変えるってことは、この世界全ての人の人生を背負うってことだ。そんなの一人の人間が抱えられるものではないわね。うん、自分の願いの他はどうなっても構わないなんて、俺は違うと思う。まだ受け止めきれないこともたくさんあるけど、目を背けてなかったことにしちゃいけないんだ。おかしな質問をしてしまったわね。でも驚いた。いえ、安心したのかもしれないわ。私も似たようなことを考えていたから。そっか。多分昔の私なら今とは違う答えを出していたと思う。みんなと出会って少しだけ見る世界が変わったのかも。ああ、それわかるよ。俺も同じだ。俺たち実は結構気が合うんだな。そう決めつけるのは早計だと思うけど。メプルメン、お母さんの、もしかしてまだもつれがあるの。でも、もう時間跳躍した時代なんて、いえ、考えてる場合じゃないわね。ユイト、行ける？大丈夫。脳の使いすぎかな。ちょっと疲れてきてるけど。急いだ方が良さそうね。うん、オフオフ。時間跳躍したのって、さっきの2つの時代だけだよな。Wie die Autos da hinten erst aufploppen, ne? 他に接触した時代なんてあったかしら？